喫茶店もお好きなんですね。はい、よく喫茶店巡りもしてます。なんか減ってきてるのかなっていう印象があったんですけど、そんなことないんですか？いや、結構意外とたくさんあって、西宮になつきコーヒーっていうこんなところにあるんやっていうビールの中に入ってるんですけど、モーニングもやってるみたいなんで、なんか地元のマダムたちがモーニングしに来てる。いいですね。このプリンが絶品で、ザ昔の昭和プリンって感じで、卵感が残ってて固めで、いいですね。固めがいい。わかる。もうプリンだけ食べに行ったりするの大好きで、サンドイッチも有名みたいで、私まだ食べれたことないんですけど、であとローストビーフのサラダボウル、すごいボリュームってのおすすめみたいで、メニュー豊富ですね。そうですよね、意外と。他は淡路島で25年ぐらいされてるクラシックっていうお店なんですけど、ここも8時からモーニングがしてるところで。でここの一番のおすすめがクレープ、エシレバターを使ったクレープなんですけど。クレープが美味しくて、もちもち、分厚め、もう1個でお腹いっぱいになるぐらいの。あ、そうなんです。薄いから結構ペロッといっちゃいそうですけど、定番のメニューがカレーみたいで、スパイス効いてるんですけど、淡路島の玉ねぎの甘さで美味しい。美味しそう。これもおすすめです。喫茶店のカレー絶対美味しいですよね。美味しいですね。なんか絶対食べたくなりますよね。姫路になるんですけど、カフェラダダって言って、そこね駅から近いんですけど、ここも結構昔からある喫茶店で、コーヒーも美味しいし、居心地がいいです。おすすめはミルフィーユ。普通のミルフィーユと違いますよね。こう分厚いパイに生クリームとカスタードがダブルクリームで入ってて、すごいサクサクで一瞬で食べちゃうぐらい軽いです。サンドイッチもあるんですか？サンドイッチも野菜たっぷりで、プリンとかスコーンもおすすめです。美味しそうに見える。全部美味しいです。ゆっくりしたい時はなんかこう喫茶店で、一人がゆっくりサンドイッチとコーヒーとデザートでね、いいかもしれないですね。本日のアンナセレクションは